仙台市の地元ホールディングスは傘下のきらやか銀行が2009年に金融庁から受けた公的資金200億円の返済を13年延期する方針を明らかにしました公的資金の返済期日につきましては13年後の2037年9月30日に変更したいと考えています山形市に本店を置くきらやか銀行は 2009年に経営基盤の強化を目的に金融庁から200億円の公的資金の注入を受けていてその返済期限が来月30日に迫っていましたしかし今年3月期の決算では過去最大となる244億円の赤字を計上2期連続で大幅な赤字決算となるなど業績の悪化が続いていました こうした状況から地元ホールディングスは公的資金の期限内の返済が困難と判断し金融庁と返済期限の延期を協議返済期限を13年延期することで調整を図ってきました地元ホールディングスは来月27日に臨時の株主総会を開き返済期限の延期を決議するということです。また、 この臨時株主総会をもって川越康司頭取が退任し西塚秀樹取締役が新たに頭取に就任する予定となっています。